カール・ランクルはオーストリア出身のイギリスの指揮者。ウィーン近郊ガーデンの農家の14人目の子として生まれる。1918年からウィーンでシェーンベルクやウェーベルンらに個人的に指示。1924年にウィーン・フォルクス・オーパー。1925年にリベレッツ。1927年にケイニヒソベルクの指揮者を務めた後、 1928年から1931年まで、ベルリンのクロル・オーパーで、クレンペラーのアシスタントを務め、クレンペラーと共に現代を音楽を擁護した。1931年から翌年まで、ビースバーデン歌劇場、1932年から1937年まで、グラーアーツ歌劇場で指揮者として活動した後、1937年に、プラハドイツ歌劇場の指揮者となった。 プラハでは1938年にクルシェネクの歌劇、カールゴセ世を初演したが、1939年に第二次世界大戦の勃発を受けてイギリスに渡った。1946年にコベントガーデン王立歌劇場の音楽監督となるが、1950年のワーグナーの指輪の公演では、アンサンブルや演出をうまくまとめられないとみなされ、1951年に 辞任した。1952年から1957年まで、スコティッシュナショナル還元楽団の主席指揮者を務め、1958年から1961年まで、オーストラリアのエリザベス・オペラ・トラストの音楽監督を務めた。ザルズブルク近郊ザンクト・ギルゲンにて死去。作曲家としても、オペラや公共曲などがあるが、いずれも出版されていない。 アーカイブ2019年8月20日、ウェイバックマシンアーカイブ2019年3月3日、ウェイバックマシンアーカイブ2019年2月7日、ウェイバックマシン。ありがとうございます。